長篠タクシーに乗ってここまでやってきたんですけども、なんと来たタクシーがですねトヨタのセンチュリーでした。いやびっくりですね。そのこともあるんですね。あ、今 JR 東日本の東京駅丸の内北口に来ました。大急ぎ駅の中へ入っていく男性もいますが、今の時刻ですね、もう周りに誰もいないところからして想像がつかなと思うんですけど、0時52分です。今日は2020年の日付が変わりまして1月20日、今日がですね午前1時に東京駅から列車が出発をする最後の日ということになっています。ご存知のように明日から終点が繰り上げということになりまして、本当に誰もいないからちょっとね気まずくなっちゃいますけど、今日がこの時間に終電が出る、今言いましたように最後の日、もう明日の新幹線の準備なんかもここにされてますけれど、今から改札をまだ入れるっていうんだからすごいですよね。実際反対方向の電車が今出ていく音が聞こえましたけど、入場券、これのお役目も今日までですね、終電時刻表が貼ってありますが、終電は山手線外回り午前1時3分です。でも明日から終電の繰り上げをするということになっています。代行輸送等は行いません。そりゃそうですよね。すでに中央線の終電は終わっていますので使用できませんというふうに出ていて、下ってくるエスカレーターが動いているだけです。すごいな。明日からは終電は平日で0時51分、同休日は0時45分です。だいたい10分から15分ぐらい早まるわけですが、それでもまあまあ遅くまでやっぱりやってるんですね。東京駅からの出発は多分あとはこの5番線からの山手線だけなんじゃないかな。まだ京浜東北線の終電は終わってませんでしたよ。これも今日が最後ですね。上野行きの終電だ。最後は上野行きなんですよね。全然お客さんも乗ってません。ドーナツ現象とかいうふうに言いますけれど、東京都心はもう夜遅くになればみんな山手線の外側の郊外の方へ帰っていってしまいます。その郊外に抜ける電車の終電はもうすでに東京のほとんどのところから終わっていますので、今山手線に乗ってもどこかへ帰ることっていうのはほとんどの人にとってはできないんですよね。京浜東北線も所詮は上野行くだけ、もう埼玉県方面もしくは東京都の北区などそっち方面に帰るということは全くできません。確かね、東京駅はもう山手線の発車は今度は何分後です、そういうふうな表示の仕方に改められてたと思うんですけど、でもこの終電の時間に関してはちゃんと時刻を表示するんですね。1時3分、最終電車は品川行きです。大急ぎで京浜東北線の最終電車に乗り込もうと駆け込んできた人がいました。で、電車にしがみついて、上のホームには中央線の回送電車が来ましたね。終電は終わったけれど明日の朝の始発電車にするためか、この時間でも列車の到着があるんですね。京浜東北線の終電は1分遅れて今神田へ向かっていきました。そして1時3分発の品川行きは見たところ多分時間通り、神田駅からもどうもお客さんを乗せているらしい光景が見えます。明日のこの時間にはもう終電は全部終わってますからね。だからこの入場券この時刻に買うってことはもう今後はできなくなるわけですよ。年末年始の増発とか除いては。だからぜひ持って帰りたいんですけど、まあ接触の機会を減らすってことを考えたらやめといた方が無難ですかね。終電の見回りをするためか駅員さんがホームに上がってきました。その奥ですね、保線作業が始まってるんだな。もう作業用の切り口っていうんですか、パワーショベルに線路を上を走ることができるあの車輪がついたやつが東京駅のすぐそばまでやってきています。そして最後の山手線終電車の到着です。こちらのホームにももう工事の人がいっぱい入ってきてますんで、なんかこれから作業があるんでしょうね。だからちょっともうこれが行ったらばすぐに降りないと駅の人からもとても嫌な顔をされることになるでしょう。駅をこれが最後に閉めるわけですから。なかなかお目にかかることもできない品川行きの山手線の行き先表示です。大崎行き池袋行きってのは見ますけど、品川行きはもう相当珍しいんじゃないですか。今品川駅に山手線を止めるための施設がなくなっちゃいましたんで、多分もう
ホームにこれ止めて置いておくだけなんじゃないですかね。ドアが閉まります、ご注意ください。5番線最終品川駅、ドア閉まります。じーっと音がして、駅員さんが車掌さんにドアを閉めていいですよと合図を送ったみたいです。東京駅から電車は本日全て終了いたしました。ご利用いただきましてありがとうございました。よし、じゃあ降りよう。午前1時台に終電が出る時代がもう一度来ますかね。シャッターが閉まります。入場券もらって帰りたかったんですけど、やめることにしました。中に残ってた人を外に出てもらうんですね。一晩夜明かし、寒さしのぎに東京駅を使う人結構たくさんいるみたいです。まあとはいっても一晩中いられる場所なんか多分東京駅の中にはどこにもないんですけどね。今日はすごい寒い日だから大変ですよ。終電の繰り上げについては、まあ私はねもっと早くからなんかやった方がいいんじゃないかなというふうに思ってたんですが、あの JR の人たちも大変なんじゃないですかね。 JR だけじゃない、どの施設もそうなんですけど、すごいもう夜遅くのこんな時間までね起きて働いて、で翌朝も早くから起きてですね、もうなんか2時間とか1時間ぐらいしか寝られないで働いてる人とか、 JR 東日本はどうかわかんないですけど、そういう会社めちゃくちゃたくさんあると思いますよ。そういうふうにめちゃくちゃ夜遅くまで大変な思いして働かなくても済むようになったっていう鉄道社員の方すごいいっぱいおられると思いますので、それはねすごいいいことだったんじゃないですか。もちろん夜勤でね、補修作業とかに勤める方で、ずっと夜通しやられるって方もいっぱいいるわけですから、そういう方の苦労は全部消えたわけではないですけど、今回の、ね、終電切り上げっていうのも、本当は3月のダイヤ改正の時にやる予定だったんですよね。でも都知事とかの要請で前倒しでやることになったということなんですが、結構ね前倒しで終電繰り上げるのも大変だと思いますよ。というのは例えば、本当は、走るはずだった列車が走らない、それは簡単な話に見えるかもしれないですが、翌朝の始発電車はまた予定通りに走らせるということになったとすると、単純になんかその人を働かせないとか車両を動かさなければいいってもんじゃなくて、翌朝の始発電車になるためには人員がここに移動して車両はここに行っているわけだから、そうするとここでこういうふうに走らせなきゃいけないよねとか、それから本当はここ行ってるはずだった車両がここへ行かなくなったので、じゃあそのために臨時回送列車を設定するとしても、その臨時回送列車が夜間の保守作業と支障するよねとかね、多分そういうことがね結構あるんじゃないかなと思うんですよ。でそれで書電を切り下げるってことは特にやってないわけですから、どうやってるんですかね、明日からの終電繰り上げっていうの、それすごい気になるんですよね。まあ、今回のはですね感染対策ということで夜遅くの電車を走らせないということなわけですが、まあ、だから客を乗せないで営業しなければいいのかというふうに考えるなら、まあ、一つの手段としては、回送列車としてもともと走っている列車をですね客を乗せない状態で元通りのダイヤで走らせるという対処も考えられます。そうするのかな、まあ、明日からどうなるかはですね注目ポイントなのかなと思います。でちなみになんですけども、今回終電山手線と京浜東北線も両方ともめちゃめちゃ空いてましたが、あれはこの東京駅における山手線の品川駅、京浜東北線の上野駅というすごいもうなんですか、もう都会のあんま人が住んでないようなところを走ってる電車なので、そんなにガラガラになってるんですが、繰り上げになったからといってですね、東京から郊外に行く中央線とか小田急線とか京王とか東武西武とかですね、そういうところの終電も空いてるかというとそれは分かりませんので、夜遅くに行ってですね、ああ空いてるんだ、スーツの動画見てね、ああ終電結構空いてんじゃん、ああじゃあ大丈夫だみたいなんで、夜遅く電車に乗ろうとしてみたら満員電車だったみたいなことがないように、注意されてください。ではどうもありがとうございました。